どんなゲームになるかな、楽しみだな。サムシティ仙台いよいよスタートです。さあこれよりエキシビジョンマッチのゲームのスタート。そのままいっちゃえ、1対1だ。バスケットも面白いぜ。ハイトラッシュヨー、マジ先生は SHU 仙台から大手ファイタルスリーだ。うわー、スリーポイント成功。このテレアさんは過去にサムシティのチャンピオンにもなってる。うわー、とうとうグッシュ。そう、オーケー。さあ残り13秒、6対7。ワフッフヨー、 N1。 さあ N1 は自動的に1点追加で、もう1回マイボール、おまけのフェイス3、キックアウト、大手の3。わー、スリーポイント成功。さあこれで13点目、キックアウト、まだ中で持ってる。うわー、どうだこのジャンパー。わー、ナイスシュー、レン・スティーブン。わー、この後にはシュートチャレンジがまた待ってるし、子供たち絶対に勝てないで最後まで見ていってくれ。さあオートが行くぞ。おー、 N1 ファウルをもらってシュートを成功。おまけのオフェンス付き、いきましょう、スタートです。さあ決めればね、得点追加されますから。どうだ、抜いたぞ、よー。さあ今のシュートが成功で得点に加算、19対21。面白いのちょうだい。うわー、レンから高さを使ってる、寄せたところで外にアウト。さあタクが細かいドリブルで攻めてる。どうかな、イエス、これで成功。さあ現在こちらのチームは 2.1 点で負けてますから、このシュートを決めて23点目。さあ次はまずどっちを狙ってくる、高さを使うか、高さを使ってまずは2点をゲット。これで29点。まだ点数がいっぱいあるから、なんとかここで決めて守らないといけない。これで25点だ。さあここからはスリーポイント打たれたらやばいぞ。スリーポイント決めたら勝ちだ、 SHU 決めさせるのよ。やべえ、狙ってる、なんとか落ちた、セーフ。さあこちらを追いつけにスリーポイントを出てる、スリーポイントも成功。さあ28対29、わからない展開になってきたぞ、面白い。そうだ、このパスはまだ生きてる、ボールは生きてる、ストリートボール。わお、リバウンドに成功。もしかしたら逆転あるぞ。オートなタクラ失敗。さあ3点取られたら終わり、まずは2点を狙ってる、ダンシュー。さあこれで SHU は1点でも取ったらおしまい、4点必要だから。ワオワオ。さあラスト1点、決めたらおしまい。もうそろそろ決められちゃうんじゃない、ここまで来たのに。逆転しろよ、守ってなんとか。ワオ、ゲームセーブ。さあファイナルスコア28対33、ウィナーはエンジョイドーム SHU 仙台に決定。皆さん大きな拍手を。さあ行くぞ、あ、じゃあこれね、考えて、いけるかな、いけるかな。うわー、ダンクシュート成功。